ちょうどいい。元気か？そうですか。あ、そう、わかりました。もし何か変更があったら連絡していただけると。嘘でしょ？またかけます。ネイト、よう、嫌がられるかと思った。もうバカ、今度ばかりは本当にダメかと思った。俺もだ。大丈夫なの？サリーは？彼は生きてる。よかった。でも連れてかれた。何？どこへ？今頃は砂漠へ向かう車の中。クソ、行かなきゃ。待って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 、ダメよ。そう簡単には行かないのよ。いいから座って。奴らは2日以上前に出発したから絶対に追いつかない。でもやってみなきゃ。聞いて、計画があるの。チャンスはたった1回しかない。それで？奴らは輸送機に荷物を積むの。仲間の部隊に補給品を落とすためよ。で、輸送機に乗り込む。そうよ。ってことはだ、パラシュートでこんにちはか。前にもやったわね。やばかったけどな。よし、まず水を一杯だけもらってすぐに行こう。ダメ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 よ。飛行場からの情報によれば輸送機は明日の朝まで飛ばない。だからそれまであなたは少しでも休むの。いや、元気バリバリだって。ほら、いいから、何かあれば連絡は来るわよ。まさか一人でやるつもりだったのか？え？サリーのためなら。え？今のセリフ好きだ。分かってる。いや、つまりその、分かってるわ。いつもすまん。いいの。これを使うことがないことを祈ってるわ。俺もだ。いつも以上に静かに行こう。輸送機に忍び込むのがバレたら終わりだ。ネイト、こっち見て。あの中を通って行けそうじゃない？よし、いい案だ。あげるの手伝って。よし、下をくぐれ。いいか？うん、オッケー。よし、下に置こう。向こう側に出口があるみたいだ。なんでもない。あの窓から外に出られるんじゃない？どうやって登る？ギアをニュートラルに入れれば多分動かせる。俺が押す。ハンドル。
あとどれぐらい？あともう少し。その調子。キーはもちろん探したんだよな。その調子頑張って。よし、登るから動かないよう押さえてろ。早く急いで下がってる。ダメ、これは限界かも。クソ、痛かったぞ。でかい飛行機だ。無事か？ええ、そっちは？ええ、当然無事です。同じ手使う？ああ、さっきと同じ手で行こう。下がってる、下がってる。おお、やべえ、来た。いや、マジか、やべえだろ。マジで超やべえ。伏せて。こっちだ。うっそ、一体何人いるわけ？多すぎる。できるだけ静かにしてここを抜ければいい。
よし、ついてこい。もう着きそうよ、あの屋根の向こうよ。了解。あとは乗り込むだけだな。ええ。じゃあ俺から先に登って引き上げる。了解。見張っててくれ。分かった。あ、ちょっと、なんで。エレナ聞け。ねえ、と、あなたいつもそうやって。エレナ頼む。正直に言う、これはマジで危険すぎる。今までも散々。でも一緒に。もう何も失いたくない。あのジープでここから逃げるんだ。早く行け。時間ないわよ。行って。東京だぜ。